おはようございます。田辺屋です。まあ恒例のですね、朝のベランダなんですけど、今日もちょっと時間遅いですね。今日は早い時間、まあ、うち早い時間しかベランダに太陽当たらないんですけど、6時半ぐらいからですかね、6時半ぐらいから7時半、まあ8時前ぐらいまで、しか当たりませんが、今もう7時半ぐらいなんですよ。で、今日天気悪かったですよ、朝。で、やっと、今太陽が、まああと15分ぐらいですかね、当たるようになったんで、まあ出てきました。で、昨日ですね、夜、まあ夕方といった方がいいんですかね、5時から7時、2時間ぐらいですかね。まあ、当社、日本キャリアセンター、まあ、キャリプラが、毎年今でしたら21卒の就活がやっていて、で、22卒の就活が、まあ、早期がね、始まろうかと、インターンシップに向けての動きが、まあ、学生が活発になってくる時期なんで、今でしたらその22卒の1回目、22卒に向けた1回目の、まあ、イベントというのを、毎年まあ、たくさん人数を集めてやるんですけれども、まあ、例えばこう大阪でしたら梅田のスカイビルみたいなところを借りて、まあ、やるのを今年はまあオンラインでもちろん、まあ、当然やったわけですけど、大体150人ぐらいですかね、当日、まあ、22卒の学生に対して昨日の夜、まあ、イベントやりました。で、まあ、そのイベントの内容で、まあ、昨日のイベントっていうのはもう学生からとにかく質問を出してもらって、それに対して、まあ、私はじめ、まあ、企業の方と、まあ、お答えしていくというその形式でやったんですけど、まあ、内容に関しては、まあ、私は、私の個人的な考え方でいくと、まあ、非常に良かったなと思ってます。いわゆるそのノウハウの話をせずに、もっと本質的にね、就職活動がうんぬんとかではなくて、まあ、学生は就職活動って本当に、就職活動のノウハウみたいなね、なりすぎなんで、まあ、それに対して、まあ、学生がそこを求めるんで、それをすごくね、これ見よがしにね、まことしやかに、これが正解かのように、まあ、ネット、SNS、まあ、YouTube、いろんなものをね、使って、まあ、発信する人もいるんで、まあ、でも学生が求めているのは答えで、答えらしいものを、まあ、発信すると、どうなるかってアクセスが集まって、YouTube も再生回数上がるんですけど、見てください、私の YouTube の動画の再生回数、全然上がらないでしょ。なんでかって言ったら、まあ、ノウハウを言わないからなんですよね。で、一方で、まあ、リアルな場では、まあ、1万人、毎年1万人の学生が、キャリプラに来ても相談に乗りますし、大学の中で、まあ、イベントなどを通じて接点を持つ学生なんかを入れると、もうさらにその倍、3倍みたいな数なんですよね。で、まあ、どっちがノウハウを持ってるかって言ったら、もうその、もう言わないですけど、もう言うまでもないと思うんですけれど、でもこうしてこう書くんだっていうふうにはっきりとね、答え決めて言って言えば、まあ、いわば誰でも YouTube の再生は稼げるということですね。で、そういうこと一切なしにね、もっと本質的に、仕事をしていく上でね、いやもう会社って仕事できる人が欲しいわけなんで、仕事していく上で大事なこととか、まあ、例えば仕事できる人ってどんなことしてんのかとかね、その人と比べて今自分が何が足りないのか、その行動面で何が足りないのかとか、知識ね、何が足りないのかっていうのをまあ考えて、それを埋めていくような作業、例えば新聞読むとか、例えばそのなんか業界誌雑誌とか読んでみるとかね、今でしたらサイトにたくさんそういうのも無料で読めるものもありますし、っていうような自分でこうどこでもいつでもできるようなことから、実際そのいろんな業界で働いている人に、話を聞く、まあ、仕事のねリアルを聞くような、機会を持つとか、そういうこう、まあ、本質的に大事だなと思えることについて、まあ、やっていけばいいんじゃないでしょうかとかね、そういう類の、いわゆるこう今のこう時期の学生がもう自己 PR こうしようみたいな、ガクチカってこう書くんだみたいな、そのはっきり答えもそのままやっていったらできるみたいなね、まあ、そんなことやったら全員が同じになって、結局違いを見て選んでいく採用活動において
プラスにならない側面が多々出てくるんですけれど、まあ、学生は分からませんからね、就活初めてやる人たちが毎年来るんで、でもそういう答えを求めてきている学生にとってはどうだったんだろうなと、うん、これは私がいつも作ってる YouTube の動画なんかもそうですし、やっぱり昨日のイベントなんかでもそうですね、内容非常に良かったなと、まあ、自画自賛ですけれど思う反面、学生はどうだったんだろうなということも思いますよね。そんなあなたに、まあ、ちょっとこう中身についてね、例えばガクチカとか自己 PR、 じゃあ思考の特性とか行動の特性とかね、まあ、いわゆるこうキャラクター、あと能力みたいなところをこう、まあ、見ているあの企業にとってね、じゃあどういうものがダメで、どういうものが、それに対してこう、まあ、いいなと、まあ、いいかどうかわからないですけど、まあ、ジャッジができると、ほとんどのものはジャッジができないという、もう見たいところが書いてないということなので、ちゃんと見たいところが書いてあるというところが、まあ、学生が目指すゴールなわけなんですね。でこれがその企業が求めているものと、ここに現れている、性格ですとか能力だとか思考とか、思考の特性とか行動の特性とかいうものが、まあ、現れてますと、現れてないものが学生が書くものが多いです。現れているものが書けるようになります。書けたらうちが求めているものと合ってれば通ります。会社が求めているものと合っていなければ脅すということが、まあ、ジャッジができるということですね。なので学生は自分の、まあ、性格、まあ、キャラクターとか、能力、ケーパビリティとか、まあ、思考、価値観、行動特性、コンピテンシーみたいなものですね、みたいなものが、現れているものを書かなければいけないということがゴールであって、そこから先通るか通らんかは知りませんっていうのが、まあ、まあまあ単純に言うと就活そういうものですね。じゃあここ今の どういうものを書いたらいいのかっていう一例をね、今日朝、動画整理してて、この間、ファーストボイス、本当にもうこの業界で長いこと、学生の就職活動をね支援されている、方、私なんかでずっと長いですね、成井さんっていう方と、まあ、コラボでね、動画撮った時の内容を、まあ、中身チェックして題名考えててね、その成井さんがおっしゃってた内容 を聞いてて思ったんですけど、最近ね料理してるね言うてはった、うん、一方でね、コロナ禍で今何してますかっていう企業の面接とかで、学生とかで今ね、まあ、料理してますっていう人でおるんです結構、うん、でもね料理してません、 ただの何してるんですかみたいなむしろこっちが料理何作ってるんですかみたいな、なんか肉じゃが作ってますとかね、うん、あそうなんですか、もう終わりですよ話、全然振り広がらないです。で成井さん昨日言ってはったのは、まあ、すごい料理される方なんですけど、ちなみに美味しいんですけどね、めちゃめちゃボツとなったことありますけど、最近そのなんかそのただ料理するんだけじゃなくてね、そのできるだけねその料理を例えば、まあ、成井さんちょっと違うこと言ってたんですけど私忘れました、忘れたんで、例えばポトフ作ります、うん、ポトフ作ってそのポトフを残りをそのままシチューにしますと、でそのシチューを、そのままカレーにしますと、でそのカレーをそのまま最後カレーうどんにしますみたいなね、これ私が今考えたんですよ。そういう、こういかにね、どんどん違うものに変えていって、いく料理をね、そういうのを作れるかっていう工夫をしてますと。まあ、その時点ちょっと違うでしょ。この時点でもうちょっと思考とか行動の特性が現れるじゃないですか。でね、例えばその、ただ料理してますっていうのが何も現れてませんよっていうのに対して、思考とか行動の特性が現れてるって、例えばこういうことなんですよ。例えばでそれをね、例えばそのじゃあなんかそのポトフ作る時も、じゃあ同じポトフでももっと美味しくできないかと思って、例えば調味料もいろんなメーカーのものを実は最近時間あるんで試して味比べしてますとかね、うん、素材、例えばその有機野菜使ってとかね、そういうこう例えばスーパー買っていろいろあるんで、スーパーのあれを食材を変えて作ってみて食べ比べして味の何が違うのかっていうね、その例えば産地が違ったら何が違うのかと、それでも値段が違ったらやっぱり味が違うのかとかね、その味が違うって 何が違うのか、その食感なのかね、うまみなのかみたいなことを、なんか比較して、こういうものを作るときにはこのスーパーとかっていうのを考えてみてますとかね、うん、ポトフはこっち の野菜がええけど、やっぱカレーぐらいになったらこの野菜の方がいいっていうのが分かりましたとかね、もしくは作りながらそれの時間をね、どんどん短縮、もう時短でやれないかっていうのをその工程を工夫することで、
時間を縮めるっていうことに今取り組んでますとかね、うん、その例えば料理してますと、うん、いうこと一つとってもこう思考とか行動の特性とかっていうのは、表せるんですね。表せるっていうか現れているはずで、それをちゃんと自分で言葉にできてなかったりね、言葉にする以前に認識できてなかったりするわけですよ。だから私いつも捉え方と語り方やっていうふうに言うんですけど、人間は同じ世界に同じ時代に生きてるわけなんでね、同じようなことやってますよ大体。でそれをね、自分のやってることに対してここが行動の特性が現れてるんやなとか、思考とか価値観が現れてるところやなっていうのを、まあ、人との違いを自分ってどんなやり方してんのかってことを、まあ、捉えてるかっていうのがまず第一段階としてあるんですよ。その捉えてることを今度じゃあ捉えてない人より捉えたらもうだいぶ一歩前進ですよね。でもその捉えた内容について今度相手に分かるように言語化できるかっていうね、うん、なんでその言語化できたっていうのも言葉にできたっていうバーバルの部分じゃなくて、伝え方ノンバーバルも含めたその語り方ってやっぱりあると思うんですよ。今語り方ってあると思うんですよっていう、これがまさにそうですね。語り方ってあると思うんですよっていう中身、これコンテンツ、これはただのバーバルじゃないですか。それを語り方ってあると思うんですよっていうことで、まあ、相手にねバーバルとノンバーバル合わせて伝えてるわけですけど、その捉え方と語り方がすごく大事なんですね、うん、っていうので、まあ、ちょっとこう中身の話はあまりね、ノウハウを言わないんで、まあ、例えばこういうことですよっていうのを今ふと思ったんで言いましたけど、ただ料理してますというんじゃなくて、その料理も一つの料理をそのまま次の料理に変えていくというような、そんなこと最近、考えてやってますとか、素材にこだわって味の違いを考えてますとか、それをこうなんか時短で料理するために工程に工夫してますとかね、そういうことが思考行動の価値観、うん、キャラクター能力が現れた内容だということです。でそれがガクチカとか自己 PR とかね、そういったものの中にはまあ必要で、まあ、最初早い時期の学生ってなかなかそこかけてませんよということ、これちょっと中身に関係するところでいいんじゃないですか。なんかそういうの一つこうなんか言っておいた方がいいかなと思って、今日はそれを話しました。また昨日のイベントでもこの田辺屋チャンネルね、田辺屋チャンネルって田辺屋オンエアね、田辺屋オンエア、チャンネル登録してくれた人がいるみたいなんで、これからまた就活寄りのこともね結構喋っていこうと思うんで、チャンネル登録してまた皆さん、ご覧になってください。じゃあ頑張ってね。